どうも、とんでもなく二日酔いでさっき納豆とチョコクリスピーを食べたピオキングです。今日はこのコースをやっていきます。ウェルカムトゥニュージャージーカッコトロール、ジャージー島へようこそということですね。で、そのジャージー島っていうのが何か気になる方に一応説明しておくと、イギリスにある島みたいです。でも説明文を見てください。メイドインチャイナ、イギリスの方だけど中国で作ったっていう感じかな。それでも中国の方だけどイギリスに旅行に行ってて帰ってきて中国で作ったっていう感じかな。それかイギリスか中国イギリスもわけわからんてもう自分が何を言ってるかわからなくなってきた。まだお酒が残ってるのかな。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.29% で、このコースを作ってるのはトゥースピックさんって言うんだけど、初めて見る方なんだよね。すいません、二日酔いの状態なのに初めましてだって。さあ、どんなコースなんでしょうか。初めて見る方のコースするのって結構ワクワクするよな。で、右にレリーかラリーかわかんないけど、口をパクパクするな、ガムを食べるなまあいや、一旦このパウを取って、大学玉マジ、もう頭が痛いって、説教が頭に響くぜ。酒がまだ抜けきれてないんですよ。っていうか、なんでこいつ動かないのえ、普通動くよな。しかも踏んでもジャンプもしない。え、ずっと転がってるだけ。え、これバグコースなんかな。結構前のコースだから全然バグじゃないと思ったんですけど、これやぼけも閉じ込められたんですかね。何もだ、ドアから出る。そしたらすぐにジャンプしてオートスクロールを避ける。で、あのパウを持たなきゃいけないのかな。一旦こっち進んでってみようか。オンオフは変わらない。今このパウを持てってこと、絶対何か来る予感しかしねえんだよな。やべ、本格的に頭痛くなっちゃったあ、そっか、酒が抜けきれてないなら入れちゃえばいいんだ。そうすることによって楽しく実況もできるかもしれない。そうだそうだ、そうしよう。じゃあ今からハイボール30杯でも飲んできます。さあ、ここにパワーブロック置いて、上に開いたね。こっからジャンプしたら進めないよっと。君はビューティフォー。ハイボールとか言っても子供には分かんないって。そういうのやめなさい。ここはジャンプするふりをしてみようか。ジャンプするふりをしたら先に進めるんじゃない。左から行ってみよう。そしたら大丈夫なんで笑ってんだ。僕は酒でも本当に飲んでんのか。絶対こう何か来る。ちょっと待て待て、キノコ様。いや、キノコ様はいらないかもしれない。ほらね、キノコいらなかったね。キノコがあったらさ、ここ潰されてたんじゃないの。はい、どうもこんにちは。さあ、ドアに入っていこうか。これでもキノコはいらないよな。いや、左から行く。いや、僕はこっちを信用するね。スーッと行けるってねえろ。バネマジックリン、ここはキノコ取らないでよかったんだよな。取ってしまうとキモすぎ。さっき見てない罠はやめろって。じゃあここは右ダッシュしたらいけなかったのね。で、左に行きます。そしたらでかいパックンがいなくなると甘いやつよ。オッケーオッケー。で、このコインは何なんだい、怪しすぎる。いや、どうしよう。いや、これ下行ってもやられるだけだもんな。だから右に行ってみようか。どっから湧いてきたイモムシや。たまにはおとなしくやっていこう。そうだ、このくらいのボリュームでいいんだ。そのくらいの方が視聴者の耳にも優しい。だから今から大声上げたら即終了でやっていこうじゃないか。さあ、土管に入っていこう。この先は何が待ち受けているのか。オンオフがある。このオンオフを押していいのかい。オンを押すとどうなる。ああ、ダメだ、集中できない。まだまだ続けよう。吐息ブームだ、いやマイブームだ。左に逃げる。そうすることで魚を避ける。このブロックは何だい。一気アップ、こちらも一気アップ。パワーブロックを持っていいのかい。この下に隠しブロックがあるとか。いやいや、隠しブロックがあっても先に進めない。だからこのパワーを持つことで。また魚だキモいって。まだやめないさ。大声なんて出してないもんな。パウを持った瞬間すぐ左、そしてこのブラパを倒して先に進もう。この音符は何なんだい。特に何もない。このボム兵を持って右のブロックを壊せばいいのか。ちょっと待って、それは卑怯だぞ。上に戻りねえじゃねえか、ボムちゃん。バグの騙しはノーカウントだ。この場所に置いておけばブロックが壊れる。そしてここはジャンプして避けていこう。さあ、そろそろ中間ポイントというものをくれ。いやいや、どっかに隠れてるはずだ。よく見ろ。下に行けばいいのかい。あのパウを持って行けばいいのかい。
無謀じゃないんだよ。僕は上に飛んだらつららに当たることしかできないじゃないか。右にも行けない、左にも行けない。これが本当の滞り。ははははもうやめちまえその実況。じゃあ下行ったらいけないってことは右にダッシュ、そしてブラッパがどうやってやられるかなんだけど、ここ隠しブロック、あ、やっぱりあるよな。そして右下のキノコ通っていいのか。いやもう通るしかないもんね。でクーパークラン乗って一旦降りてみようか。瞬間ポイントマジでないの。まあ上に行ってみようか。上に行っちゃいましての、このクーパークラウンには乗れないで、ね、唇クラウンか。そういやさ、最近パックンのことを鼻くそって言ってしまった時に、それが妙に気に入ったのかな。今後パックンのことを鼻くそって呼んでくださいっていうコメントがあったんだけど、ごめんそれはできない。僕もね、一応配信者なわけだから、あんまりそういう汚い言葉って使いたくないんですよ。オフオフしたら中間が取れるかもしれない。こいつは何なんだ、乗っていいのか。さあこれで中間取れると思いますよ。このオープンブロックは無視だ。でオンオフをした中間右にダッシュ、それで中間がやったさっさあここはオンオフをして、50コインの方に連れて行かれちゃった。でも中間ポイントからだもんね。じゃあオープンだないですぐ左に逃げればいいんだよ。左を審判がダメなら右を審判で間違いない、これでいいんだ。いや何回引っかかんのよここで。この四角の枠怪しいと覚えて、大体隠しブロックあるだろう。これかこれか。手前からジャンプだ、この辺素晴らしい。そして上からも取れないよな、このトゲゾウ。じゃあ下からトゲゾウを叩いて上に行って通ると思ったけど、ウケず無理ます。先に隠しブロックを叩いておこう。そうすることによってトゲゾウが壊されません。やった。さあトゲゾウをかぶって左のドアに入っていこう。なかなか調子よくここまで来てるんでねえの。わーい、ここで無機物が来るってことはさ、右に逃げる。そしてこのブロックは特に何も、ここでキノコを取れっちゅうことか。そしてこのブロックを壊して先に進めませんね。ちょっと待ってやめろってお前。ちょっとこの打点子が。ブロックを壊した後はしゃがみジャンプすればいいと思いますよ。そしてこの針地帯さっさと抜けようか。何か来るんじゃないのか。何もないね。うわ、右上のコイン行ってみる。絶対まだような気がするんだよな。どうしよう。いやもうここまで行ったら行くしかねえよな。なんじゃこりゃ。いや、ダメなのね。それでも僕はあのコインを取ってみせますよ。気になるもんね、あのコインを取ったらどうなるか。だからこっからダッシュしてジャンプすればコインだけ取れるけど、特に何もない。頑張って取ったのによ。でここはフラワーダメって書いてる。このフラワー取っちゃいけなかったんじゃない？取ったら先に進めなくなるもんな。でこのダッシュは何をしてくれ。やめやめろお前は。うえーまあここのフラワー取っても L 字抜けができると思うんだけどな。まあでも一応しないでおくは時間がかかりそうだから。さあここのハテナブロックだ。急に何か襲ってくるのやめろって。ワードはギャーとかウェーとかしか言えなくなっちゃうって。もともと語彙力たっぷりの僕が語彙力なくしちゃった。泥口が言ってんだ。さあこれ降りてっていいのか。何かおベッドに僕のメットが取られましたけど、あれでいいのかな。そんなわけない、そんなわけない。この花を抜けていかなきゃいけない。でもさ、これシューってしてこのパック倒せないかな。一旦走ってってみようか。あらくそー。よし、最近テンポ悪くなってるような気がするから、ちょっと早めていきたいと思いますよ。じゃあここはダッシュしてさっさオンして土管に入っちゃおう。このまま速くなるんだ。もう何も考えずにテンポだけのことを考えてさっさやっていく。じゃあオンオフする。オンオフは何もならない。こっちのオンオフはどうだ。うわーなんで。いや今キノコ取った音聞こえたね。中間取ってんじゃない。やったーさっ。まさか本当に中間ポイントだなんてね。でこっちの土管はダメって書いてある。一旦オンオフして右に行く。うわこっちすげえ気になるよな。中間ポイント戻しとかはそんなんはないような気がするけど、えこっち実は合ってるみたいな。グラウンって書いてるよね。グラウンに乗って左下に行けっていうことかな。まあ一旦右しか。うそやえこれ死んだような感じ。もう変なところに来ちまったよ。しかもこれ高速で動いてからめちゃめちゃ難しいやつなんじゃない。どうしようこれ。上に行けるかな。なんか上狭くてさ、なんか行けそうな感じ。いた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 。いやなかなかうまいんじゃない。そしてこれを右にうまくいけばゴールできると。ここまで来るのは結構簡単なんだけど、こっから先が、いや来い。もうそれ、いや、
にゃん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 もうこんな死にたいけどさぐらいしか言えねえんで、俺タイミングがマジでわかんない。ここやった、はぁ、え、いや、こっち実は合ってるみたいな今度はでかい状態でやられた。めちゃめちゃきちか、でもなんかちょっと違うよ。右に行けるようになってる。だからここまでは簡単に行けるようになってるんだ。こっからしゃがんで行けみたいな、行け、いや絶対こっちの方がぶつけって。なんか左指がもうつりそう。しゃがめしゃがめ、もう適当に行くしかねえんだもんこんなマジで、もうやめろって、お願い、もうやめて、制作者さん、僕が悪かったからさ、もうやめてよマジで左指がやばい。ソロス、やったやったやった、これで一発で行きたいで、せっかく来たんだからさ、ここやった、死に耐久飯を舐めるな。疲れた、僕も疲れたよ。そろそろゴールあってもいいよ。黒い背景出てこないかな。右上に行けばいいの。いや、こっちなわけがない。あ、なんかキノコがあったよ。これで下に行けみたいな、そんな感じ。わかってるんですね。すいません、制作者さん、さっきの C 耐久といい、このコースといい、僕はもうテクニシャンなんだよ。ここでオンフ、やめてください。もうだいたいこの方のコース読めてきたね。オンフがあって目の前に砲台があるときはだいたい襲ってくるパターンだ。だからオンフした瞬間何かしら動いた方がいいよ。タイミングを見極めよう。このタイミング、オッケーオッケー。そしてここもオンオフをしなきゃいけないから何かしら動いた方がいいと思う。オンオフしてないやん、まだ。じゃあさ、オンオフするの間違ってんじゃない。右行った瞬間左行ってみようか。これで大丈夫。そしてこのバレを待って、上に行けばいいって言ってガッガッ、勝ち割れた。この辺か、この辺でオンオフ。いや変わんねえな。え、どうしよう。一旦こっからジャンプして左に逃げてみる。あれ変わんないよな。あ、これでいいのね。そしてこのバネを持って先に進めっていうことなんじゃない。なんか腹立つな今の罠。こういうシンプルな罠に引っかかるとめちゃめちゃ悔しいよな。じゃあこのドアに入ってゴールを見せろ。いや、ゴールまだか。でもこのチョロップ踏んでった右にありそうな気がするんだけど、踏ませてくれるかな。いけたけど左でツタが出てきたね。左に戻れないのかな。上に隠しブロック全部いやまだいける。このバネでバネちゃんを成功することができれば、あのツタの方までいけるはず。ちょっと見ててじゃあここはジャンプするふりすればいいのかな。こういう感じでジャンプするふりをすればツタが出てくると思ったけど、ツタが出てこないね。一旦上見てみようか。この上は、あ、ここでバネを使うんだ。そして上に、いやちょっと待って、なんか上にいるけど、あいつは襲っては来れないのか。まあやるね。さあそろそろゴールをマジで見せてくれ。まだ、え、ゴールまだなの。右は明るい、もう左行くしかないよな。あの音符ブロックを叩いた瞬間右に行くよ。何が来るっていうのは分かってんだ。叩いた瞬間右に、あいや違うんだって。あのバーなかなか微妙い場所に設置してくれてんな。じゃあこの辺からジャンプして左に行こうか。そしてオンした瞬間常に右出し、もう常に右出し右出し右出し、よしさあ上の土管、いやこのキノコ様取っていくよ。キノコ様を取ってっていいのかな。右下のゴールの場所に入れないんじゃないのかな。やっぱりいけないよな、これ。 L 字抜けできない。多分できたらゴールできると思うんだけど、いやもうやり直した方が早いかもしんない。この子10回の方行ってみる。何が来るんだい。50回のところに行けば、え、嘘だろ。ここで何も来ないとかそういうパターンはやめろよな。いやでもまあ分かったもんね。ここでキノコを取らなければいいだけ。それでゴールができるんだ。さあこれでゴールだろ。やったいや今回はですね、初めての方のコースだったんですけど、めちゃめちゃ楽しかったね。またいつかこの方のコース遊んでいきたいと思います。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、1-1 But you can't look forward、 前を向いちゃいけない1-1っていうことですね。
で、このコースユースキンなんだけど、ユースキンで前を向いちゃいけないっていうのはめちゃめちゃシビアなんですよ。初代スキンとかだったらジャンプして右を押してもね、右を向くことはないんだけど、ユースキンだったらすぐ向いちゃうの。まあやっていこうか。クリア率は 0.00%。 それじゃあどうやってユースキンで前を向かないで進むことができるんだと。ヨッシーを取るじゃん。ヨッシーを取って舌を出した瞬間に右、もしくはファイヤーフラワーでファイヤーボールを出した瞬間に右。このパターンでもね、ユースキンで前を向かないで進めることができるんだよね。はい、どうもこんにちは。でも今回はその2つじゃないと思うよ。ここにさ、坂があるじゃん。ここでヒップドロップかなんかをして、いや多分こういう風に先進むんじゃない。いや絶対見つけんって。これ右向いたら、やっぱりさ、オンオフが発動したね。でね、壁キックとかしても多分ダメなんだよね。ここで壁キックしてもほら前を向いちゃうじゃん。だからこれでスイッチが変えられちゃうみたいな。まあ一旦このままゴールまで見てみようか。多分オンオフが発動したってことは、多分オンオフによって、いややっぱりそうだよな。ちょっと待ってね、一旦ここで壁キックしてみてもいい？本当にオンオフが発動してしまうか。はい、ダメー。まあ言うても1の1ですよ。誰もが最初に始めるコース、初心者用のコースだと言っても間違いないですね。そんな一の一、ちゃちゃとクリアしていきましょう。僕はかなりマリオメーカーとやってきてるからね。ちょ遅くなってきた。動けない。こっから前にも進む。やめろ。いや今のさ、初めにしてはなかなか進んだよな。半分近くぐらいまで行ったんじゃない？で、ここのクリボーはうまく踏むことができた。あのクリボーを踏まなきゃどんどんスピードが落ちるっていうか、めちゃめちゃ遅くないか。いやいけるいける、こんぐらい遅い方が意外と行きやすいかもしんねえな。どんどん行こうか。登れる。くっそ、こんなコース初代スキンだったら結構余裕なのにさ、ユースキンっていうだけで難易度爆上がりしてるわ。じゃあ今度下から行ってみるわ。下から行ったら意外といけちゃうっていうパターンはないですかね。ちょっとスピード落ちてきてるけど、いや、あら、超えれるか、これ超えれるか。見事なホールインワンだったな今。でもね、今ので分かったことがある。下から行った方がいい。下からはね、敵が多いけど、意外とこうやってチョビちゃんとクルーンをね混ぜ合わせれば避けれちゃうんですよね。さあ、さっきよりスピードがあるよ。で、俺、僕ね、懸念してることがある。最後のこの階段めちゃめちゃ難しいんじゃないの。頼む、いったろ、ここめっちゃ。多分さ、最後の階段があるじゃん。あそこめちゃめちゃ勢いがついてたらさ、先に進めないような気がする、引っかかって。だからある程度スピード落とさなきゃいけないんじゃないの。だから最後に行く前にちょっとわざとさ、スピード落としてみようか。このくらいのスピードでどうかな。こんくらいだったら階段は避けれると思うんだよね。いや、いけるか、このまま。頼む、行って、いけるんじゃないこれ。落ちるか、もうそれ以上スピード落ちるだよ。いけゴールは目の前なのに、ここにかしていけないかな。一瞬で右に行ったらいけるんじゃない。はい、あ、危ない。もうあそこまで行ったらさ、ゴールでよくない？あと一マスぐらいさ、ゴールにしてくれてもいいと思うんですよ。やる気なくしちゃいましたよ。戦意喪失しまってるって。でもこれはまた大チャンスなんじゃないの。いいね、このスピード。今度こそ行ってみせるよ。ちょっと遅いかな。でもこんくらい遅い方がこのゴール前の階段登りやすいような気がする。今度は行っただろう。慎重に、やったー。いや、これ本当に難しかった。でもめっちゃ面白い1の1でしたね。どうもご視聴ありがとうございました。